南文殿駅は、香港急流急流城区にある、MTR の関筒見線とトンバ線の駅である。12号山と、採石山に挟まれた小高い丘陵地帯に、中山階級の住宅街と、進む学校が立ち並ぶ南文殿忠高街地一区に、設置されている。2010年11月にみ、筒見線延伸事業が承認され設置されることとなった。 事業内容は付随工事として、避難及び換気盾工、作業用盾工、連絡通路設置、季節や馬手駅の改造を含んでいる。2011年7月25日に着工、2016年8月には完成した駅が公開された。同年内に開業するみ、筒見線沿線だけでなく、トンバ線も開業すれば、香港でも屈指のターミナル駅となる。 先行開業する包み、筒み前沿線は、隣の終着駅候補が、単式ホーム一線構造を起因とするダイヤ状の制約のため、ラッシュ時には、半数の列車が当駅南側の候補よりに、設けられる引上げ線で折り返す。南分連駅予定地付管管、筒み前沿線は、相対式ホーム二面二線で、ン場線は、島式ホーム一面二線の地下駅。周辺は、 高低差があるため、出入り口も複数層に設置されており、構造物は上下8階層、70メートルに及ぶ。駅の総面積は56,600平方メートルで、構内にはエレベーターが11機、エスカレーターが21機が設置される。三包み線沿線のホームは最下層、トンバ線は第3層にあり、間の乗り換え階層を挟んで十字交差している。ホームには、 フルスクリーンのホームドアが設置される。A3 には何分ンンソンとアイミンソン、B1 には漆みな道北と武古街一帯につながる屋根付きの連絡橋もそれぞれ併設される。開業後は通常時5分ごとラッシュ時2分ごとで運行予定。戦術の通り半数は当駅折り返しとなる。ありがとうございます。